猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。ふにふにはかまってほしいという合図。猫が飼い主の近くで寝そべりながらふにふにするような時は、かまってほしい、甘えたいという大事な意思表示なのです。お腹を触ってほしいのかな?なんて風な勘違いをしてしまいがちですが、ほとんどの猫がふにふに中にお腹を触ると嫌がる素振りを見せますので、その仕草が可愛くてもお腹をしつこく触るような構え方はやめておきましょう。では、どんな風にかまってあげると良いのか。猫がふにふにした際には、時間が許す限りに猫と遊んであげましょう。ライトで床や壁に光を描けるポインターがおすすめですが、猫じゃらしなどの定番のおもちゃでも構いません。編み物に使った毛糸の切れ端や、荷造り用の紐などでも嬉しそうに遊んでくれますが、爪の引っかかりには気をつけてくださいね。家事やデスクワークなどで少し離れた場所から見守らなくてはいけない場合には段ボールを工作して遊び小屋を作っておいてあげましょう。段ボールをそのまま置いておくだけでも興奮して喜びますが、側面や上部に出入りができる穴を開けておくと、もっと喜んで遊んでくれますよ。地面にマーキングをしている際の仕草という見解もあります。ニフニしている仕草には、自分の縄張りにマーキングしている意味合いがあるのだという見方もあるようです。猫の背中には匂いの分泌腺というものがあるのですが、その匂いをすりつけることによって自分の存在をアピールしているのだとか。また旅の匂いを嗅いだ時の仕草とは違うの。猫にまた旅の匂いを嗅がせた時、ふにふに、くねくね、ゴロゴロと転がったりなんだか酔っ払ったような状態が数秒から数分ほど続きます。反応の仕方は猫によって違い、全く興味を示さない猫もいれば、ほんの少しの量でもよだれを流すほど大興奮してしまう猫もいたりします。しかし、意思表示でしているふにふにと、また旅を嗅いでからのふにふには、全く別物のようです。また、猫科の野生動物のライオンや虎にまた旅の匂いを嗅がせても、同じような光景が見られることがあるそうですが、なぜ、猫科の動物が、このような反応をするのかは、今のところ詳しくは解明されていません。また旅を使用するときに注意しておくこと。酔っ払ったように、ふにふに、くねくね、ゴロゴロと動き回る仕草は可愛いですが、面白がって続けて与えすぎるのは厳禁です。また旅には、脳の中枢神経を刺激して軽い麻痺状態にさせる成分が含まれており、その成分が興奮状態を起こさせているのではないかと言われています。大量摂取によりこの麻痺状態が長く続くと、呼吸困難や心停止になることもあるので、また旅を嗅がせる際には、細心の注意が必要です。
まとめ。猫の可愛い仕草はいつまでも見ていたいものですが、意思表示を正しくキャッチしてあげるのが飼い主として一番大切なことです。その上で、たくさん遊んであげてくださいね。